私よりすごいことやってることがありますし、これどうやってんのみたいなことも聞いたりとかもできるんで、結構みんなで和気あいあいやってる感じ。クイーン祭で自分の作品を、まあ、子供の作品とか、まあ、いろんな人たちに遊んでもらった時っていうのが、まあ、一番楽しかったです。